オンラインベトナム語講座サイト、楽々ベトナム .com。 オンライン講座だからいつでもどこでも勉強できる。まずは無料体験、楽々ベトナム .com で検索。皆さんこんにちは、バンです。前回はなるっていう意味の関越語タインを紹介しましたね。で、今回も同じくタインっていう語なんですが、今回は誠っていう意味を持っているタインです。で、今回のタインは単独で使うことがほとんどありません。他の語と組み合わせて使います。例えばタインタッ、タインタッです。漢字では誠実、誠実となります。で、意味もそのまま誠実の意味です。はい、タインタッで、タイントゥッ、タインタッという言葉も同じ意味です。タインタッ、タインタッ、もしくはタインタッ、タインタッ、はい、意味は同じです。誠実という意味です。例えば、じゃあ、ロイタインタッ、じゃあ、ロイタインタッ、はい、誠実に答えるという意味ですね。タインタッ、タインタッ、誠実という言葉です。次です。タインタン、タインタンという言葉です。漢字では、精神、精神、精意の精神、はい、となります。精神です。真心という意味です。タインタン。で、日本語の精神、精意、ベトナム語で、タインタン、タイン意、タインタン、タイン意と言います。はい、精神、精意ですね。で、今回の言葉、タインタン、どういう風に使うかというと、例えば、タインタン、giúp đỡ bạn bè。タインタン、giúp đỡ bạn bè。giúp đỡ、助けるという意味です。bạn bè は友達。タインタン、giúp đỡ bạn bè。友達を心から、タインタンですね。心から、助けるという意味です。タインタン、giúp đỡ bạn bè。はい、今回の言葉は、タインタンです。漢字では、精神誠意の精神です。はい、真心っていう意味です。次です。今回の言葉は、タインキン、タインキンという言葉です。漢字では、誠敬、誠敬です。で、意味は、尊敬する、敬意を持つという意味です。タインキン。はい、で、例えばですね、例文ですね。thành kính tưởng nhớ các liệt sĩ, thành kính tưởng nhớ các liệt sĩ, hay tưởng nhớ và shinobu という意味です。tưởng nhớ shinobu で các liệt sĩ, liệt sĩ というのは戦死者という意味です。はい、戦死者ですね。で、thành kính tưởng nhớ các liệt sĩ, 戦死者を心から敬意を持って shinobu という文です。thành kính tưởng nhớ các liệt sĩ ですね。はい、thành kính、thành kính、漢字では誠敬、はい、誠敬で意味は尊敬する、敬意を抱くという言葉です。次の言葉です。はい、今回は thành khẩn、thành khẩn という言葉です。意味は誠実、誠意という意味を持っている言葉です。はい、thành khẩn で thành thật、thành thật と同じく誠実という意味を持っている言葉なんですが、thành thật の方は人の性格を表すこともできます。でも、thành khẩn は人の性格を表すことができません。はい、人の態度や人の行動を表す言葉です。例えば、anh ấy là người thành thật。anh ấy là người thành thật。彼は誠実な人ですという意味ですね。この言い方は OK です。でも、anh ấy là người thành khẩn。anh ấy là người thành khẩn と言いません。はい、thành khẩn は人の性格を表すことができません。はい、使う場合は、なんか誠意を込めて、なんかを申告したり、自分の悪かったことを認めたりする態度を表すときに使う言葉です。人の態度や行動を表す言葉です。例えば、thành khẩn khai báo。thành khẩn khai báo。はい。khai báo は申告するという意味です。thành khẩn khai báo。はい。誠実に申告するという意味です。いいですか？
今回の言葉ですね。坦恨。はい。誠実っていう意味です。でも、人の性格を表すことができません。はい。人の態度や行動を表す言葉です。はい。今回勉強した漢月語は、誠っていう意味を持っている坦です。で、単独で使うことはほとんどありません。他の語と組み合わせて使います。はい。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。